盆石とは、白い砂、石や小さな岩を用いて、黒色ラッカートレイ、盆上にミニチュア庭園を形成する日本古来の技芸術。盆画のレートレイは、楕円形、または長方形で、大きさは約30平方センチメートルから最大200、150センチメートル。楕円形のトレイには、通常わずかに盛り上がった端部ができるが、 長方形のトレーには通常それらは生じない。盆石の製作には、羽や小さな宝器と古い、サジと小枝のような繊細な道具が使われる。盆石のミニチュアはしばしば山や海、または庭の風景を表す。小さな石や岩は、波で砕ける山や海岸線、または岩の多い島を表すために利用されており、一般的に塗装された同性のミニチュア構造で、地、 寺院、橋などを作って、しばしば盆石に添えられている。盆石は、通常一時的なものであるが、時には、ある特定のテクニックを利用して、高級的なものにすることも可能である。この場合、盆画と砂画などの方法も用いられる。満月を示す、盆風景を作る女性。浮世絵版画、洋衆、謹慎。 1899年その起源はかなり漠然としているが考えられているのは天武天皇期半ば AD7 世紀の間に出現し自然界に見られる風景や物体を表現する技術を利用していたといいまた京都の庭園において一部は盆石を庭のミニチュアモデルとして設計で活用されたと考えられているその後も古刊試練による1300年代のエッセイ 盆石譜で、等身大から、箱庭盆石まで、両方において、設計思想の基礎となる美的原則が強調されていく。これは、分野開発に関しても、非常に重要で、日本庭園、盆石、盆栽や、その関連技術が記述されている。盆石譜は明らかに、中国宋時代の文学から影響が見られるが、古漢試練の一見シンプルで、わかりやすい語りは、 日本における深刻な文化的変革となるものへの早い段階での見識をもたらすことになる。続いて神秘にこだわりを持つ将軍、足利義政の影響下で、盆石は貴族館でも人気となる。その一世紀後、茶の湯の名人である千利休は盆石を鍛錬し、弟子の一人である細川三斎は盆石を専門にした教授所を設立している。江戸時代には、 その人気が高まるにつれて、次々と多くの教授書が誕生した。以来、将軍奉行から多くの女性の間にまで人気が広まる盛況を見せたが、天皇政権の復興に伴い、急速に訪れた西洋のモダニズムや文化面の成長とその定着とともに衰退していった。近年、盆石はその伝統的な優雅さを維持しながら、 新しい細川流派グループの出現とともに人気が復活し、親しまれている。その一つが、細川学園の盆石東京区養会である。盆石東京区養会は、細川学院元理事の生徒の集まりである。制作過程盆石東京区養会によると、盆石の目的は、形自体の完成でもなく、その保存でもない。東京区養会会長は次のように述べている。 盆栽の重要性は作品の結果ではなく盆栽のシーンの創造から生まれる平和と満足感にあります。ありがとうございます。